メサイア自筆行第2部最終曲ハレルヤの終わりの部分1741年9月6日の日付を記すメサイアはヘンデルが作曲したオラトリオ HWV56 題はメシアの英語読みに由来聖書から歌詞を取りイエス・キリストの生涯を題材とした読唱曲、重唱曲、合唱曲で構成されているただし聖書で イエスの生涯を直接描いている、福音書から採用されているテキストは少なく、むしろ、イザヤ書などの予言書に描かれている、救世主についての予言を通して、間接的に救世主たるイエスを浮き彫りにする手法が取られている。歌詞は、近平約聖書と英国国教会祈祷書の紙編から取られており、すべて英語である。還元学の伴奏で合唱、読唱が繰り返される形式を、 主とし、還元学のみのシンフォニアや、通奏低音のみの伴奏によるレチタティーボーも含む。現在では、ヘンデルのオラトリオの代表作とされるが、メサイアは、ヘンデルの他の作品とは、かなり異なっている。この作品は、ヘンデルの唯一の宗教的オラトリオであり、また、キリスト教に関するオラトリオとしてはこの作品の他に、初期キリスト教殉教者を主題にした1750年の、 テオドーラがあるだけである。音楽の上では最も合唱の割合が高い。チャールズ・ジェネンズがジュナン州の演奏会のために台本を書いた。その後、アイルランドで事前事業としてのオラトリオ演奏会の計画が立てられ、ヘンデルが招聘された。ヘンデルはこの演奏会のためにジェネンズの台本によるオラトリオを作曲した。 即筆のヘンデルはこの対局の楽譜を1741年8月22日から9月14日までのわずか24日間で書き上げている。さらに翌月にはヘンデル最大のオラトリオとなるサムソンを書いている。ヘンデルは1741年11月にアイルランドに長期旅行しロンドンに帰ったのは翌年の9月であった。メサイアは ダブリンで1742年4月13日に初演され、ダブリンの聴衆は熱狂を持って迎えた。その後、ヘンデルの生前何度にもわたって改訂、再演され、現在用いられる楽譜にもいくつかの版がある。後世の編曲の中では、モーツァルトによる編曲が最もよく知られている。バッハのマダイジュ南曲、ヨハネジュ南曲と並ぶ。 よく知られた宗教的作品である。バロック音楽、宗教音楽、声楽曲といったジャンルの中で常に上位に位置づけられる。合唱の効果も秀逸で、第二部最終曲のハレルヤは特に有名である。1743年、初めてロンドンで演奏された際、国王ジョージ二世がハレルヤの途中に起立し、後に観客総立ちになったという逸話がある。これは、 かつて英国で全知全能の神を称える歌が演奏される際には起立する習慣があったことによる。日本のコンサートにおいて聴衆がハレルヤで立ち上がるのはこの逸話に橋を発している。またハレルヤは日本の中学校において合唱コンクールや卒業式などで歌われることが多い。余談だが特にアメリカ合衆国ではクリスマスイブに演奏されることが多いが メサイアの内容が特にクリスマスと関係するわけではない。約2時間半。ヘンデル本人による自筆楽譜は259ページ。大声に、ファゴットに、トランペットに、ティンパニー1体、言語部、通奏低音ソプラのアルトテノールバスの角度ク4部の根性合唱構成はまず3部に分けられ、さらにそれぞれの部が何曲かに分けられる場合が多い。ただし、 ヘンデル自身が番号を付けて分けたわけではなく、統一された番号の付け方があるわけではない。以下に曲の分け方の一例と、その出だしの歌詞を挙げて構成とする。助曲。ヘンデルは、新法にーと記しているが、フランス風助曲である。 コンフォートイエ、エブリヴバレーシャルビーイグゾアルトット、アンドザグローリーオブザロードシャルビーリビールド、ザッセイアスザロードオブホースッツ、バットフーメイヤバイドザデイオブヒズカミング、アンドエイチイシャルピューリファイザサンズオブリーバイ、ビホールド、エイバージンシャルカンシーブ、オーザウザットテリストグッドタイディングスツーシオン、フォー、ビホールド、ダークネスシャル、カバーザアース、ザピープルザットウォークドインダークネス、フォーア A child is born.P for the hour shepherds abiding in the field.Andro.The angel of the road.And s u d d e n l y g l o r y n g i s g o d in the highest.Rejoice g r e a t l y o d a u g h t e r of s i o n t h e n shall the eyes of the blind be opened.He shall feed his flock like.A shepherd.His y o k e is easy.Behold the lamb of God.He was displeased.Shuari H.E.Has born our griefs. and with his stripes, all we like sheep, all they that see him, he trusted in god, thy rebuke has broken his heart, behold, and see, he was, cut off out of the land, but thou didst not leave his soul in hell, lift, up your heads, unto which of the angels, let all the angels of god worship him, thou art gone up on high, the lord gave the word, How beautiful are they, the feet of t h e m t h e i r sound is gone out into all l a n d s w h y do the n a t i o n s l e t us.Break the i r b o n d s wasunder.He that do a this in heaven.They shall to break t h e m h a l l e l u j a h i know that my lady marribus.Since by man c a m e this, .Behold.I tell you.A mystery.The trumpet shall s o u n d t h e n shall be brought.O、oh, で s Where is the s t i n g If g o d be for us, ワージーズザラム、メサイアの初行の楽器編成は極めて控えめなもので、弦楽器の他はグローリー・ツー・ゴットでトランペット独奏が出現するだけだった。ロンドン上演時にオーボエとファゴットが付け加えられた。メサイアはダブリンでこそ大成功したものの、ロンドンの聴衆は冷淡だった。 1743年3月23日のロンドン書演では宗教的な内容を劇場で娯楽として演奏することが神に対する冒徳であるという非難がなされ、それは何年にもわたって続いた。メサヤは1743年に3回、1745年に2回演奏されたが、その後はしばらく演奏されなかった。台本を書いたジェネンズ自身、 メサイアの音楽を批判した。ロンドンのステゴ養育院でヘンデルは事前演奏会を開くようになり、1750年5月1日にメサイアを再演した。この後も毎年ヘンデルはステゴ養育院でメサイアを上演し、1751年以降はコベントガーデンでも演奏を続けた。これによって次第にロンドンでも支持者を増し、高く評価されるようになった。 遺言によってヘンデルは、捨て子養育院に、メサイアのスコアとパートフを寄贈した。ヘンデル没後も、メサイアは高く評価され続けたが、ウェストミンスター寺院では1784年に、ヘンデル記念祭が開かれ、513人からなる大編成のオーケストラを使って演奏された。その後も巨大な編成による、メサイアの上演は続けられ、演奏者の数は増え続けた。 1> 第1回万国博覧会のために、ロンドン郊外に建てられた鉄とガラスの巨大構造物において、1857年に第1回ヘンデルフェスティバルが開かれ、500人のオーケストラと2000人の合唱によって、メサイアを含むヘンデル作品が上演された。1859年の第2回フェスティバル以降、フェスティバルは3年に1回の頻度で行われた。フェスティバルの人数が、 最も多くなったのは1883年で500人を数えるオーケストラと4000人に上る合唱団によってメサイヤが上演された。このような巨大な編成による演奏は20世紀になっても続けられたが一方でヘンデルの原作から離れすぎているという批判も現れた。イギリス以外でもメサイヤは演奏された。ドイツ語圏では1772年に ハンブルクで演奏された。しかし、ヘンデルの原曲に対して多くの管楽器を付け加えた編曲ものがまかり通っていた。フランスでは遅れて1873年に初めて全曲演奏された。アメリカ合衆国では1770年以降に抜粋が演奏された。全曲演奏は1818 18年のクリスマスイブに行われた。これがメサイアを クリスマスイブに上演する週間の始まりである。ありがとうございます。